はい、どうも花見です。大学院祭の王子様越前龍馬ルートを続きやっていきます。ではでは早速話しかけに行きます。お、見る二人とも、え、なになになに、なんかピローっていきなり、綺麗な水、冷たい、え、あ、10円ミッケ、ちょっとだけラッキーかな。何の話何の話、何その10円、え、まだあるんやけど、なんか、え、何10円、何平等院法に捧げるなんかな、10円、え、10円なんかイベント必要なのあります。トリマ見るか、何これ、もう何なんだよ、もう忙しいなこの噴水広場。あ、何か落ちてる、これ生徒手帳だ、え、誰の、立会の人の生徒手帳みたい。おお、真田源一郎、やば、あいつ落とすんやな、もの。え、どうした、どうしたじゃねえ、なんでどうしたなんて知らん人が物拾っとるのにどうしたの。あ、立会の方ですか。うん、真田さんって人をご存知ですか。俺に何か用か。あ、あなたが先生かと思った、いや制服着てるだろさすがに先生はないだろう。あ、いえ、生徒手帳を拾ったのでお渡ししようかと。そうか、ありがとう。おー、ちゃんと礼を言う、偉いぞ。いえ、それでは失礼します。何のイベントこれ何のイベントや、何を見せられたんやて。ないな、え、これ一緒なのかな、違うんかな、二人で話しとるとかそういうのではなくて。まあ見るか、まあ、テニスかな。あれ、あそこで寝てるのは、お、テニスじゃない、お、龍馬くん、やっぱり越前くんの、暑くない、さすがの木陰とはいえ、めっちゃね、お、かわいいかわいい、いつもエンディングのスタッフロールで見させられるやつやん。うわ、すごく気持ちよさそうに寝てる、首痛くならん、どうしよう、起こす、そのまま観察する、起こさずに返する、えっち、え、どうしよう、起こす、そのまま観察する、起こさずに帰る、うーうん、起こすやっぱり起こしてあげないとね、越前くん、起きなさい起きなさい、起きねー、これ、うん、お母さんじゃねえんだよ、凛子じゃないぞ、七子でもないぞ、寝ぼけてる、もうとっくにお昼回ってるわよ。え、あ、うんそんなに眠るつもりなかったのかな、疲れてるんだ。いや別に、時間が空いてた、すごいね、時間が空いてたから昼寝できるってすごいね。もうそろそろ作業時間でしょ。ああ、そっか、起こしてくれたんだ。あ、やっぱ起こして正解だったかな、そのまま観察するも気になるけど、うん、ありがとう。わあ、あらま、あらまあらま、あ、よかった、やっぱ正解かな、正解でしたでしょうかわかんない。あ、そして話すこともできると、やったぜ、二段階攻撃攻撃いや、まだ仲良しソングじゃないね。越前くん、ちょっといいかしら。何、用事なら早く済ませてよねまだそっけないな、早く友達になりたいな。あ、テニスの話題入ってきてる、さすがに話してくれるっしょ、テニスの話題。越前くんって相手が強いと燃えるタイプだよね。そうっすか。まあテニスしてる王子様みんなそれ言えるよな。あれ違う、テニスのする相手が強くてテンション下がるの銀河中の人間だけだろ腹痛くなるやつ。相手が強いと楽しくなるけど、ね、あー、もういい、テニスを楽しんでる、テニスを楽しんでるよ、おじさま、めちゃくちゃいいな、テニスが楽しくてテニスしてるって本当にいいよ、いいよねそういうの。あ、時間取らせごめんね、それじゃ、うわー、まさにテニスの王子様だぜ。
いやでもね、テニスがお楽しむことだけが正解ではないからね。雪村くんみたいなタイプもいるからね。雪村くんはね、テニスを諦めない人だからね。諦めない気持ちは誰よりも強いのが雪村くんだからね。それぞれね、テニスに対する思い入れは違うわけよ。何集結してんのここあれやん、アトベの何、オフィリアじゃん、オフィリアじゃん、ハムレットの人たちやん。乾先輩まだ話しかけてないもんね。話そうかな。うん、弁当？乾先輩。うん、ああ、君か。私です。それパソコンですよね。何をされてるんですか？データの整理。水木はじめと一緒のデータ持ってんじゃん。でも一緒のことやってんな。大変ですね。そうでもないよ。すぐに終わる。俺の作ったデータ管理プログラムは入力しやすくしてあるから。え、お前ソフトも開発してんの？すっげえすごいな。え、先輩がプログラムを組んだんですか？そうだよ。すげえ。市販プログラムの改造だけど、ね、いや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 、すごいすごいよ。それすごいよ。わあ、それでもすごいです。必要だからやっていくだけだよ。はあ、やっぱ将来はあれかな、エンジニアとかそっちになるのかな。なんかソフト開発とかしそうだもんこの人。私機械はダメだから、そういうのは憧れます。いや、プログラムには機械の知識はほとんど必要ないよ。まあ、うん、まあ知ってた方がいいけどな。え、そうなんですか？ああ、プログラムに必要なのは論理的思考だからね。乾が言うとすごい説得力があるね。論理的。そう、物事を順序よくきちんと系統立てて進める。うん、君は得意かな。いや、広瀬得意でしょ。広瀬すっごく得意だよそういうの。はい、少しだけですけど、実はさっぱり。いや、広瀬は今までの広瀬見てきたけど、もう完璧ですよそういう系は。もう自信持って広瀬。はい、少しだけですけど、謙遜すんな。それはいいことだね。うん、君のデータに追加しておこう広瀬のデータも取ってんのかよ。広瀬のデータ必要かな。テニスしないよ広瀬。何でもデータ取っちゃうな。どうしようかな。藤先輩でも話しかけに行こうかな。あれか、アトラクションか。アトラクションか。ももちゃんにしようかな。ももしろたけし。ああ、クソ見るか。もうなかなか見るのばっかやね。やっぱここになるか。手塚国光にしますか。結局戻ってきちゃった。大人だねこの3人は本当に。うん、弁当多いな。あれ、手塚先輩読書ですか？ああ、時間が空いたから。時間が空いたら昼寝する子もいれば読書する子もいる。性格は個性がありますね。何を読んでるんですか？これだ。はい。え、これ、それ洋書ですか？英語ですよね？そうだな。いやー、何なんだみんな。洋書を読んでるなんてすごいです。うち先輩も洋書読んでるよね。何なんだみんな。どんな中学3年生だ。わからない単語や言い回しは辞書を引けばわかる。小説を読むのは難しくない、すげえそうなんですか。いや、すごい。もう辞書を引くのがめんどいから読まないけどね。すごいな、中学3年生。お前も挑戦してみるか。いや、英語か。はい、挑戦します。遠慮します。いや、挑戦しとけ、しとけ。慣れとけ、英語に。必要だ。はい、挑戦します。では、この本を貸そう。貸す？もう俺は読み終わる。やべえ、貸されたら読まざるえんやんけ。早く返さなきゃって思ってさ、しっかり読まなかん。やば、プレッシャーがやばいな。お借りします。あ、この作家は有名？知っているのか。有名ですか？はい、推理小説の作家ですよね。うわ、もう広瀬も読書家だもんね。そうだ。うわ、話が合いそう。父がこの作家の刑事物シリーズが好きで、私も何冊か読んだことがあります。うわ、育ちの良さそうな家庭ですね。
それはそのシリーズ一作目。じゃあ日本語バージョンは家にあるって感じなのかな。あ、私まだ読んでなかったんです。それは好都合だ。さりげな笑顔だな、手塚。ちょっと笑顔やん。はい、すごくやる気が出てきました。あ、読みたかったんだね、広瀬も。いきなり英語。まあ小説なら読みやすいのかもね。何事も意欲が大切だ。頑張れ。お、頑張れって言われちゃった。実際もう手塚じきじきに本借りちゃったしさ、頑張れって言われたらそりゃやらなきゃな。家帰ったらまずこれ開かなきゃ。うわー、どっちなんだろう、アメリカ、イギリス、どっちの。うわ、要所の話題もらっちゃった。やらなきゃいかんやん。はい、うわ、逃れられませんね、広瀬。サボれんな。あれは読んだかってさ、会うたんびに言われそう。実はまだ開いてもなくてみたいなこと絶対言えんからな、手塚に対して。これは今日から読み込まなきゃね。お、龍馬くん早速もうここにいるね。やってんのかな、お手伝いというか準備を。なんかないかな。おい、広瀬不動峰の敷地の中入ってんな。キャッ、おっと、そりゃ敷地の中入ったら不動峰の人いますわ。すみません、少しよそ見をしてて。あ、ごめん、脅かしちゃったかな。ごめん、飛ばしちゃった。大きな人、大きい。石田鉄ってさ、180あったっけ。あったよね。銀さんよりはちょっと小さいけど。あ、いえ、私こそすみません。それじゃあ用事があるから。あ、はい。ごめんな、敷地大きな人だったな。勝手に入ってるからね、この中に。そりゃぶつかりますわ。怒らないでいてあげてくれてありがとう。あ、こら、勝手に入るんじゃないよみたいなこと言ってもいいやんな。ないね、特に。はい、よっと。うえ、まだなんかあんの。うわ、誰、ね、あ、いた。キャ、おっと、大丈夫だ。もうほんと、もうマジ水木はじめルートの柳さ、クソ可愛かったよな。絵文字送ってくるからね、メールで。超可愛いじゃん。あ、はい。気をつけるダニ、よそ見危ないダニ。いやつや、柳さんは本当に好き。はい、すみません。それじゃダニ。可愛い。もう本当に私ルドおったら絶対柳さんと友達になってるなって思うもん。可愛い。ダーネ？なんでダーネって言うダーネ？あ、映っちゃった。すごいな、順応だな。りょうまくん、行きますか。まだこの音楽か。越前くん、ちょっといいかしら。何？用事なら早く済ませて。結構親愛度いってると思うんだけどな。特殊話題はないですよ、手塚の要所しかないわ。学園祭の話題まだダメかな。本は読まないでしょ、龍馬くん。学園祭だ。あー、ちゃんと言ってくれる。模擬店の準備は進んでるの。まあまあだね。まあまあですか、そうっすか。まあいいっすわ、まあまあなら。あ、ちょっと上がった、よかった、よかった。まあまあね、頑張ってね、越前くん。じゃあね。いいな、ちょっと仲いいじゃん。なんか順調じゃない、今回の越前龍馬。いや、前回の水木はじめがあまりにも恐ろしかったからさ、こんなに順調に進んでいいんですかって逆に思っちゃうよね。ももちゃん、ももちゃん話させてや。ももしろくん、よ、いや、もう本当に本当に最高。もうなんか同級生だけどさ、誰だっけっていう日吉若しパターンもあるやん。いや、ももちゃんは本当にね、ちゃんと名前で呼んでくれる子だよ。本当にいい同級生も絶対友達でありたい。テニスの話題しとく。悪いな、これからちょっと行くところがあるんだ。あ、そうすか、そうすか、参戦した。そうなんだ、それじゃあまたね。いや、ももちゃんなら許す。ももちゃんなら許すわ。優しいもん。いやー、ほんと。中の人が時折ちらつくけどな。
今日は少しはうまくやれたかな。やれたやれた、最高よ。新アイドル見よう。よっ、え、もう龍馬くんいけんじゃない？多分あの3つ目のラインで何電話番号くれるから。いやほんとさ、ありがたいのが9人いるから同じスペースにいてダウンすることがないわけよ。他の人に、龍馬くんと同じスペースにの人にしか話しかけられないっていう状況がないじゃん。もう9人いるってマジ、もうありがとう、セーブします。はい、セーブ終わりました。じゃあ早速次の日行きましょう。いやもう今日の時点でさ、電話番号くれるんじゃね？くれそうだよね。くれないかな。今日は昼から喫茶店のメニューを決めないとね。うわうわって言っちゃった本音が出ちゃう。時折本音の言葉が出ちゃう。誰だ、龍馬くん来い。富士先輩え、何もう待ち構えてんの富士先輩っておはようございます。おはようございます。いや早いね。毎日一緒だね、時間が。同じ電車なのかな毎日ね。富士先輩この挨拶だけで上がってってんやけど富士先輩って気持ち焼くのかな、どうなのかな。やっぱ焼くよな、富士先輩だし。お、なんです、これなんで舞台にいるの、なんか意味あるのかな。特にないかな。ちょっとね、いろんなイベントがあるなということで、ちょっと見るだけいつも見ようかな。ないなかった。龍馬くんおはよう。毎朝ちゃんと来てる、偉いぞ。普通の話題か。越前くんちょっといいかしら。何、用事なら早く済ませてよね。龍馬くんってさ、地雷ないのかな。どうな、お、ゲームの話題来てるよ。もうさすがにゲーム大好きっこっしょ。この時はどうなんだろう、この時欲しい媒体って何だよ。 3DS、 いや 3DS もまだなかったな。ゲームボーイアドバンス懐かしすぎるよね今の10代の子多分知らないよね、アドバンスね。 DS かな、この時期って。ゲームの話題しましょう。越前くんって部活が休みの日は何してるの。猫ちゃんと遊んでんじゃないの。カルピンと遊んだり、うん、モモ先輩と遊びに行ったり、うん、あとはゲームしてる。ゲームっ子だからね。へえ、越前くんゲームしたりするんだ。まあね。あ、そろそろ俺行かないねえ、そんだけ、そんな、めっちゃ多忙やな。ごめんな、引き止めて。お、上がった。何のゲームしてんだろうね。またね、越前くん。なんかさ、なんだっけ、 OVA 五巻全部買うとドラマ CD ついてくるのあったやん。新手にの OVA 買うとや、なんかドラマ CD ついてくるやつ。あれにさ、なんか赤矢とゲーム子の2人、赤矢と龍馬くんが RPG を模して、まあなんか新手にの合宿所を謎解きしていくみたいな、ドラマ CD だったけど、あの時 RPG 好きそうだったよね。 RPG 系が好きなのかな。あのドラマ CD めっちゃおもろかったな特典じゃなくて絶対売るべきだよなって思うけどね。あ、でも手塚喋ったな昨日。洋書の話洋書の話しとく。一応洋書の話聞いておきますか。いやでもな、いつか手塚やるかもしれんしな、わかんないけど、やるか知らんけど残しとこ。え、なんでこんな集まってんの。和太鼓か、あいつらは和太鼓だな。こっち知らんけど密だなおいし、話そうかな。あ、普通ですね。おい先輩、今ちょっといいですか。え、ああ君か。私、どうしたの。どうしたの、優しいな、話しかけ方が優しい。宿題の話。ああ、ごめん、今からちょっと行くところがあるんだごめんな。あ、そうでしたか。それじゃあまた今度にします。ああ、いやでも大石の断り方はマジマイルドで超いいよな。人の優しさがもうにじみ出とる態度に。
うん、よし、今日はここまでだ。行くぞ。え、どういう会議してんの？その会議風景見してほしいんやけど。何をこんな毎日会議することがあるんだろう。さあ。すごいフェードアウトの仕方だな。横に流れていったな。ふう、委員会の会議が長引いちゃった。おい、後部何を長引かせてんねん。次は喫茶店のメニュー決めか。急がないと。問題の喫茶店のメニュー決めよう。すみません、遅くなりました。いいよ。後部が長引いてさ。それじゃあ喫茶店のメニューを決めようか。うん、うん、ドリンクだが、ちょっと待って、いくつか家で試作してきた。ちょっと待って、みんなの意見を聞きたい。おいおい、ジョッキで持ってくんな。色、絵の具。こいつ絵の具持ってきたな。絵の具水に溶かしただろ。なんだその緑、そんな蛍光緑どうやって出すの。この前から気になってるんだけど、どうして乾先輩のドリンクにみんな驚くの？飲んでみればわかる。うん、広瀬もね、実際飲んでみようよね。そう？じゃあちょっと味見させてもらうわね。よくこんなさ、絵の具みたいな色のを口にしようとするな。あ、知らないって。おい、女子が事故るぞ。うん、辛いの飲んだの。水。そう、結構いける。こいつら、もっとまともなやつ連れてこいや。なんだ、いつもの味よりマシなのか。なんで、何がマシっていう判断基準なの。マシっていつもってそんなにひどいの。あ、広瀬がもう気絶しないからマシってこと。味に関してはまだ改良の余地ありだな。ね、乾ってさ、本当にこの世の美味しいものを知ってんの？乾って何食べても同じ味に感じる味覚者だったりする？美味しいものを美味しいってさ思える人間なのかな。どうなんだろう。お前改良する気ないな。うわ、確かにこれは前途多難かも。次は明日の午後、食堂で軽食のメニューを決めよう。ドリンクこれで終わりなの？お、バカバカ。なんで締めようとしてんだよ会議を。もうちょっと話すことあるだろう。一年去ってまた一年。やめよな、有馬くん分かってるからな。藤先輩が辛いもの好きだってこと。食事に関してももう全部問題ありだな。龍馬くん、龍馬くん超大変。まず龍馬くんね、もう悩みよな龍馬くん。なんてことしてくれんねん。おい、なんでそこにいんの？どういうこと？何後部様にでもなんか呼び出されたりしてんの？そこは運営員しか入れない区画のはず。何してんだ。うわうわ、あれ越前くんと運営委員長だよね。何話してるのかな。でもマジで映画龍馬の2人最高じゃない。まあなんやかんやで後部様と電話をするシーンがあるんだけど、後部様と電話をした瞬間に越前龍馬ゲーっつうからね。やっと目様にゲーって言えるのマジで龍馬くんぐらいしかいないよな。ほんとかっこよかった。めっちゃおもろいよなあのシーン。来たか、ちびすけかわいい。その呼び方やめてくんない？で、何の今言わないもんね、ちびすけって。ちゃんと越前って呼ぶもんね。もう死んでになってから一回もちびすけって呼んだことなくない？越前っていうちゃんと名前で、やっぱ戦った後からはちゃんとさ、越前って一人の男としてなんか認知してくれたような、そんな感じがあるよね。あの全国大会全国大会の声楽 VS 評定でね、越前龍馬対後部圭吾がやった後からやっぱりちょっと反応が変わった感あるよね。
お前劇をやれいやもうあれだよね、ハムレットだからね、ハムレット知ってるからね。何いきなり。俺たちはアトラクションでハムレットをやる、それに参加しろと言ってんだ強制参加。なんで。お前の素質を見込んでだ。素質素質って何。あれなんだよね、なんか女性役を龍馬に今頼んでんだよね。何素質、 女性役ができる素質、可愛いって。素質、俺劇なんてやったことない。いや、お前にはその素質がある見染められちゃったね。何なんだよ。わけわかんない、俺帰るこれ全国大会前だから、2人戦う前なんだよね。だからそんな仲良くないわけなんだけどね。お前が関東大会で見せた無我の境地だがな、まだまだ発展できるぜ。それと劇と何の関係があるの。それな、何の関係があるの。分からねえのか。分からん。劇ってのは他人を演じること、他人になりきることだ。いいように言ってるけど、お前絶対さ無我の境地と関係ないじゃん。なんとかして越前を取り込もうとしてんじゃんうまいことさまとめようとしてるけどさ、乙女敬語正直マジ関係ねえんだけど。それが無我の境地につながるって言いたいわけ。無理ありほんとだよ上辺だけじゃなく自分を完全に消し内面まで演じきることが今のお前にできる。めちゃくちゃ説得してんじゃんなんとか越前に出演してもらいたい、跡部圭吾じきじきにオファーを出してんじゃん。すげえ説得してんじゃん。俺の無我の境地がまだまだだっていうの。いや、まだそんなに回数重ねてないからね、龍馬くん。回数重ねりゃしたら無我の境地もさ相当上達するけどさその上達のなんというか、まあ、練習というかそれを劇出ろってマジ無理がありすぎだろ。さあな、そいつはお前の考え方次第だ。いいように言うなこの人は。だがさっきも言ったように発展の余地はあるだろう。あすごい説得する人だな。本当に劇をやれば無我の境地が発展するんすかどうだろうどうだろう、これに関しては私はちょっとわかんないっすね。どうなんだろうね、発展すんのか。そこまでは保証しねえしかしな、どんなものでも極めればテニスの糧になるめちゃくちゃ越前龍馬を取り込みたい人じゃん。それを生かすも殺すもお前次第だ。いいように言うけど、いいように言うけど、結局跡部圭吾はさ越前龍馬に出演してほしいっていうことやんしてほしいって言えばいいのに。あんたも結構考えてるんだ。もう純、もう本当に優しいから龍馬くんは、純粋だから、もうそう言われたらそうだろうなって思っちゃうから。当然だ。どうだやってみろどうだって誘っといてやってみろ強制どんな言葉遣い。考えとく。ああ一回考えておくと。あの二人仲悪いのかな。まだ全国大会前だからねこれね。まあ呼び出されたんだねここに面白。はい、じゃあお時間いいとこなんで今日ここで終わりたいと思います。では次回ですね、ここ話しかけるところからやっていきますマジ跡部圭吾越前龍馬取り込みたすぎる問題でしょはい、じゃあご視聴ありがとうございました。